はい、レントロボーでーす。はい、今日はですね、リクエスト動画といいますか、質問がありましたので、そちらの質問を、まあ、一応コメントでお返ししたんですけども、まあ、こういった、やり方もね、もしかしたら皆さんに参考になるかなと思いますので、まあ、ちょっとね、動画にしていきたいと思います。でまずね、質問なんですけども、この方ね、スカッフプレート、取り付けされたようなんですけども、それをですね、間接照明、をスモール連動化にしてるんですけども、まあ、乗り出すときは光るんですけども、降りるときには光ってくれないんですよねっていう話で来ております。で、一応ね、カーテシから電源を取りたいんですけども、カーテシの取り方はわからないので教えていただきたいですっていうことで、コメントいただきました。まあ、間接照明をね、スモール連動化している場合っていうのは、光るタイミングっていうのは、まあ、ロックがかかっている状態、車がロックかかっている状態でスマートキーを持って近づくと、モワーンとついて、で、そのままドアを開けると、点灯します。で、ドアを閉めるとですね、モワーンと消えてしまいます。で、これがですね、ポジションがオンになっているとですね、ずっとついたままになってますので、これがね、連動化っていう形で、そうするとですね、夜は、スカッフプレートのイルミがずっとつきっぱなしで、で、昼間ですね、多分、消えるっていうことは昼間もつけておきたいだと思いますね。だから、消えるんですかっていう話だと思うんで、で、スカッフプレートっていう、まあ基本的にドアを開けた時にね、まあ、見れたら光ってればいいかなっていうのはわかると思いますので、まあ、今回はご質問の内容はカーテシーへの電源の取り方を教えてくださいということなんですけども、私なりにねちょっといろいろ調べてみたんですけども、一応キックパネル内に、カーテシーの電源は多分あると思います。で調べてみると、まあ、両サイドですね、助手席運転席が足元のキックパネルのちょっとコネクタの位置がちょっとわからないんですけども、空色線、まあ、水色よりちょっと明るい色の線があるみたいなんですけども、どうやらね、それがね、スカッフじゃないですね、カーテシーランプのプラスっぽいんですよね。で、ぽいだけなんで、ちょっと私も自信ないので、私なりのやり方をね、ちょっとお伝えしたいなと思います。で、このやり方はですね、X グレードとか、一番下のグレードね、カーテシーちょっとついてないっていうことで、カーテシーのコネクタは来てるけど、結局電源が来てないらしいっていうことが最近判明しました。で、そのコネクタをね、エレクトロタップを分岐したところで電気が来てないので、ちょっと X グレードに関しては申し訳ないんですけども、ちょっと対応をしてませんので、それ以外のね、グレードの場合は、この方法を使えますんで、まあ、カーテシが普通に点灯している車両に関してはこの方法を使えますんで、まあ、スカッフプレートとか、カーテシに連動させたいイルミがあるんであれば、この方法でやってみてください。ではね、ちょっと以前の写真とはなるんですけども、それを見ながらね、ご説明していきたいと思います。はい。まずですね、車内に、車内からですね、ドアの、まあ、カーテシーってドアの方についてますので、まず、助手席、運転席の内張りを外す必要がありますので、まず、内張りを外してください。ね、外し方わからない方はね、説明欄の方に貼ってますので、そちらの動画を見ていただいて、外し方を見てください。で、内張りを外してからですね、今度、室内から、まあ、言うたら、あれですね、スカッフプレートのプラスマイナスの配線を、要は、カーテシのところまで持っていかなければいけないので、その作業をやっていきたいと思います。まず、ここのね、ドアの付け根にね、このゴムブーツみたいな、蛇腹状のゴム状のブーツがありますんで、これを、中を通してね、配線を通していきます。で、これを外すにはですね、ここの赤丸に、確か10ミリのボルトだったと思います。10ミリボルトが2本あるので、これを外してください。で、外すとですね、今度ここのウェザーストリップみたいな、ゴムのパッキンみたいなやつですね、これですね。これがね、覆いかぶさってますので、これをね、外します。で、これは手前に引っ張るとね、このグリップの、この出っ張りでこの穴が入ってますんで、これを外します。で、これ外してからですね、この青いグリップはね、外して、こっちに戻してください。片側入れて、片側入れたらすっぽり入りますんで。で、これ、外してつけておかないと、今度つけるとき、大変なんで、めんどくさいので、これをね、ニッパーとかでグリグリッとか、ラジオペンチでグリグリッとすると簡単に外れますので、外したやつをこの穴に入れておいてください。入ってる部分はこの先端ですね。この先端がこの穴に入ってますんで、まあ、片側入れて、片側入れるような形になります。で、これを外します。
で外すとね、こういう風に戻しておけば、あとは穴にパチッとはめるだけで、このウェザーストリップが元に戻せますんで、しっかりここに入れておいてください。はい。で、今度ね、ここに配線を通していくんですけども、まずここに、プラスチックの爪がありますんで、これをね、こっちは上方向、こっちは下方向にすると、この鉄板がね、手前にパコンと倒れてきます。で、倒れてくるとね、この配線の、スペースがかなり大きく取りますんで、配線が通しやすくなりますんで、これは、工具いらないです。普通に手で上に持ち上げて、こっちは下に下げてすると、この鉄板が、手前に開くような、感じに、ドアみたいに開きますんで、開いてください。こういう感じですね。で、ここの爪の部分がここに引っかかってて、ここの部分がここに引っかかってたっていう感じですね。で、この先がですね、先ほどのゴムのブーツの蛇腹状になってたホースですね。ホースになってますので、室内からここに取ってくる形になります。で、このホースですね、ホースの根元、車両側、ドア側じゃなしに車両側はですね、はまってるだけなんで、手前に引けば簡単に外れます。で、はめるときも、押しながらグリグリっとすると、簡単にここの溝がね、車両側の、車両側にも溝というか、鉄板部分にはまるようになってますんで、はめるときも外すときも特に難しさはありません。で、これね、助手席足元を潜り込んで、左を見た状態ですね。わかりますか？助手席の足元に潜り込んで左側見るとですね、蛇腹のホースの抜くとね、こういう風に明かりが見えます。これがね、向こう外になりますんで、この穴にね、スカッフプレートのプラスマイナスの線を通してください。で、通すとですね、このような形になってですね、最終的に、ちょっとこれ、ウインカーレンズの時に使ってた写真なんでこっちになってますけども、結果的にはこっちに持っていきますね。こっちに、この配線の束と同じように、内側からスカッフプレートのプラスマイナスを先ほどの穴に通して、ゴムの蛇腹のホースを通してここから出てきます。出てきたやつをずーっと、持っていって、カーテシのところで、エレクトロタッププラスマイナスで接続すれば OK という形になります。で、ちょっとね、ごめんなさい、プラスマイナスがね、どっちがどっちかわからないので、それはね、とりあえず、試してください。LED なんで、プラスマイナス間違ってても、点灯しないだけなんで故障はしませんので、とりあえず一回ね、つけてみてください。もしかしたら、白黒線っていうのがもしあればですね、そちらがマイナスとなります。で、黒線があればマイナスとなりますんで、それ以外の線があればね、もし白線と黒線だったら白がプラスで黒がマイナスだと思いますし、ちょっとね、長いことね、カーテシの方触ってないので、ね、ちょっとね、写真もなかったんで、ここはちょっとご自身でね、調べていただきたいと思いますんで、とりあえずカーテシのランプのコネクタの裏あたりにですね、後ろあたりにエレクトロタップで分岐して配線を一回繋いでもらってですね、点灯すれば OK です。ね、点灯しなかったらプラスマイナス逆になってますんで、それね、プラスマイナス逆に、接続し直してもらったら、まあほぼ間違いなく点灯しますんで、で、プラスマイナス何回も言いますけども、間違ってもショートとかはありませんのでね、そこは心配しなくても大丈夫だと思います。はい、今回ね、一応カーテシの連動の仕方ですね、まあこの方法にすることによってですね、ドアを開けた時だけ、点灯するイルミができると。で、今回ね、購入されたやつ、以前のスカッフプレートの紹介の動画の時に私欲しいって言ってたやつがあるんですよね。スカッフプレートのところにベルファイアのロゴはこうシーケンシャルタイプ、流れるタイプのね、やつ多分ご購入されたと思うんですけども、まあ要はですね、ドアを開けるとですね、ベルファイアのロゴはこうね、多分走ってるんだと思いますけどね、なかなかかっこいいですね。ちょっと私まだ欲しい欲しい病がちょっと収まってたんですけどね、まだね、この動画をね、作るきっかけになっていろいろ写真を見てるとね、また欲しくなってきたんでね、もうどうしてくれるんですかみたいな感じですけども、まあこれをね、きっかけにうまいことできればいいかなと思います。まあ応用としてもね、この方法どこのイルミでも使えますんでね、またこのやり方をちょっと自分なりにアレンジしてね、楽しいカーライフを送ってください。はい。で、今回はね、カーテシランプの連動ということで、今回はスカッフプレートに接続する方法ですけども、皆さん自身でね、いろいろ試してください。はい、参考になったと思われた方は、高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
はい、ここ最近ね、ちょっと告知させていただいてますけども、私、ツイッターの方、今更ですけども、始めましたので、ツイッターの方でですね、まあ、動画更新があるときですね、ちょっと今のところね、毎日更新するのがちょっと厳しい状況になってきてますので、今のところ、火曜日、木曜日、土曜日、日曜日、ね、祝日があれば祝日に、動画をアップしようかなと思ってます。ただ、それもね、一応、あくまでも予定なので、まあ、動画アップする、動画を作成して、スケジュール予約できた場合には、ツイッターの方でね、何月何日、まあ今、私基本的に6時にスタートしてるんですけども、何月何日6時に、動画更新しますよっていうのをね、ツイッターでつぶやきますんで、ツイッターのアカウント持ってる方はね、ぜひ下に説明欄に私のツイッターの URL 貼ってますので、フォローの方よろしくお願いいたします。ではね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。